2020年3月25日、木村よしこの気になる銘柄です。さて、今日の日経平均株価は爆上げですね。そして、ニューヨークダウ工業株30種平均も過去に例のない上げ方ですので、これは一応、まあ、悪材料出尽くしという格好になってきたかなと思いますね。ああ、あの時買っとけばよかったと、後になって思うんですけれども、まあ、今一度ですね、リスクを確認して、日柄と株価の関係をしっかり抑えて、慌てて突撃していかないようにしたいものですね。また昨日アップした J リートなんですけれども、過去ですね、こうした経済状況の時に、パタッと破綻してしまったリートもありますので、まあ、そうしたリートをつかまないために知識をちょっとブラッシュアップしたいなと思います。さて、例の都市ですよね、例の都市。武漢と言ったり、ウーハンと言ったりするんですけども、こちら、封鎖が解除されましたね。よかったですね。約2ヶ月で封鎖解除です。そして、このね、背景、集団が最初に発生した都市、3月24日、1月23日から実施した約2ヶ月間の、都市の封鎖をですね、4月の8日に解除する。健康なら移動制限は3月25日に解除するということなんですね。まあ良かったなと思いますけども。まあこの騒動2ヶ月かかったわけですよね。しかしながらですね、欧米ではまさに正念場を迎えております。アメリカも、それからヨーロッパも大変厳しい状況となっておりまして、特に日本もですね、今のところなんとか抑えてるんですけれども、しかし東京封鎖だってやぶさかではない場合によってはするかもしれないということをですね、小池都知事がおっしゃってますので、東京だっていつ欧米のようにですね、都市封鎖になるかもしれません。まあ、その時にはこの武漢の例が参考になるかなと思いますね。2ヶ月で解除したということですね。こちら株価今織り込んでですね、先取りして上がってきているということも言えるかなと思いますね。なので、日柄見ておきたいと思います。この日柄というのはですね、いつぐらいまでにというような意味ですね。で、日足を見ていきますと、先ほどの武漢の封鎖の時は、まだまだ私たちのんびりしてたんですよね。窓を開けて下がったんですけども、でも持ち直して23,995円をつけておりますので、ここは油断してたと思います。ところがガツーンと来たわけですよね。そして、すごい出来高だったんですけれども、こちらで大陽線が入っているという状況です。さてですね、この大陽線からトントントーンと上がっていけるのかどうか、ここを見ておきたいですよね。それは株価は先行指数ですから、もう悪いのは十分分かったと。3月末期末を迎えられないような会社だってあるかもしれないけど、それも全部織り込んだと。そしてこれから4月5月どうなるんだと。もう東京オリンピック延期も織り込んできたと。もう悪材料だいぶ強くなってきたね。これから先何があるんだろう。5月の企業の決算も悪いのは分かったと。じゃあこれから先ということですよね。これから先何もないといいんですけど、何かあるかもしれませんので、その何かあるかもしれないっていう気持ちが出てきたらまた調整に入るわけですね。その間どれぐらいなんだろうかということですね。今まだ1ヶ月半しか経っていませんので、過去の足取りに参考例を取ってみたいと思います。まあ、本日、爆上げしている状態なんですが、過去はどうだったかなっていうことをね、日柄とともに押さえていきたいと思います。先ほどご案内したように、のんびりしてたんですよね。1月23日まだ2万4000近いところがありましたのでね。その後、どんどんですね、おかしくなってきまして、ここですよね。寄り付きから1万6000円を見てびっくり仰天だったわけですね。もう急激に来るんですよね。で、この急激に来たところがタイミングがですね、ちょうど期末ですし、換金売りしとかないと年が越せない。企業のね、3月末決算、年越しと同じぐらいの重要な月ですよね。それから恐怖心です。なので、過去の足取りでですね、まあ恐怖心が走ったところ、2018年のですね、このトランプさんが非常に厳しい発言をして、ここが12月26日、ちょうどクリスマス明けの厳しい時に 18,948 円つけたわけですけども、まあ、直前10月の2日、24,448 円がありまして、急激にバーンと来てですね、
そして反発します。ちょうど1ヶ月半ぐらいかけて反発するんですよね。バーンと来て反発、またちょっと疑心暗鬼で下がったけど反発、そしてガツンと来たんですよね。この間1ヶ月、そして2ヶ月半ぐらいかかってますからね。なので、まあ2ヶ月半ぐらいかかって底入れして、そして4ヶ月かけて元の値段に戻っていくって、そんなイメージですから、この先、まだまだ谷もあると思いますのでね、あんまり慌てて突撃しなくても、大丈夫だと思います。そして、昨日は3つ、背景のしっかりしたリートを買いたいわということでお出ししました。平和不動産リート、GLP ですね。物流ですね。それから、未来。この3つを挙げたわけですけれども、未来さんは、三井不動産がバックボーンにありますので、まあ、どんなことがあっても、まあ、三井の関連で人を入れたりするかの可能性があるということで選んだんですが、もともとリートはですね、株価と同じように元本割れリスクがありますし、また分配金変動リスクがありますよね。賃料が半分になったり、ホテルが稼働しなかったりすると、当然分配金は変動しますので、まあ今ですと分配金が半分になっても大丈夫というような計算で行った方がいいと思います。また投資口の希薄化ありますよね。分割したり。それから今これを心配しますよね。資金の借り入れなどに伴うリスクです。銀行さんがですね、もうこのままじゃあね、ちょっと怖いのでお金返してくださいと言って過去倒産した、破綻したリートがありましたので、それはリーマンショックの時にね、ありました。なので、これ大丈夫かっていうのをちょっと今一度ね、研究してみてくださいね。それから、こんな時に泣き面に蜂で地震災害とかね、また水害とかいろんなことが起こると困りますよね。そして法制度の変更リスクもありますので、まあ、ぜひですね、分配金が高いから飛びつきたくなるんですけど、それはちょっと立ち止まった方がいいと思います。インビンシブルさんはですね、何故こんなに利回りが高いかっていうことなんですけども、実はやっぱり買う人が少ないからということですよね。値下がりしてしまって、NAV 倍率が半分。これホテル主体ですから空室リスクがある上に、インビンシブルさんはですね、今月から来月にかけまして、まあ、銀行の返済の金額がかなり大きいんですよね。なのでちゃんと返せるかどうかっていうのをみんな心配してるから、この買う人が少なくて分配金利回りが高くなってしまってるんですよね。 NAV 倍率も半値になってるわけですね。この3月から4月にかけて多額の資金の返済が予定されているのがこのインビンシブルさんですとか、それからですね、星野リゾートさんもそれなりの金額返さなくちゃいけない、そういう時間軸に来ておりますし、また大江戸温泉さんも返済金がそれなりにあるということなので、もしもこの分配金利回りが高いから買ってみたいと思う場合は、企業のリートさんのホームページに行って返済金の期日をしっかりと調べるべきだと思います。さて、昨日アップした背景がしっかりしていると思われるこのリートですけども、こちらのリートは私は信頼感を持っております。さて、まあ乗り遅れたと嘆いている方はぜひね、研究対象として1568のトピックスブル2倍型上場投信を研究してみてはいかがでしょうか。日銀がですね、株価がグラグラしますと買ってきますよね。買ってくるときに一番反応するタイプがこのトピックスブル2倍型上場投信ではないかなと思いますね。そして逆指標ビックス短期先物型、こちらはもうですね、悪いことは織り込んでしまうと値下がり傾向が出てきますので、この2つをしっかりと研究しながらしっかりしたリートを選んでいただけるといいと思います。それではまた明日。さて、いかがでしたか。木村よしこの気になる銘柄、毎週月曜日から金曜日に更新しております。また月の初めの1日正午には月刊木村よしこ、そして月に2回木村よしこの経済都市伝説で面白いお話を見つけてきてはお話ししております。ぜひチャンネル登録の上ご視聴のほどお願いいたします。それではまた明日。